ということでですね、このいやネタがねえな、また本当に話すこともないな、喋ることがね本当にもうなくなってきましたね。海岸清掃してんのかな。いやね、ほんとね、なんにもな、ネタがないな、なんかな、面白いネタないな。アブデカでもやろうかなと思いますけど、アブデカやればよかったな、車洗ってばっかりだからな。あとね、アブデカやったら、車がね、車のあの、前の部分がね、めちゃめちゃ傷ついてたんですよね、知らないうちにあれ。多分土の段差にね、めり込んだんですね、少し。あれと思って、下の車のあの前の、フロントバンパーの下がね、ガリガリになっちゃってね、あ、これ何と思ったら、あ、これは多分、アブデカスピンをやった時にね、土の中に、ちょっとめり込んだんだなと思いましたね。こんなもんしかそんなことしか話すことねえな、もう。あ、なんかすげえ車来るぞ。ただね、フェアレディ Z 違うな。あ、え、なんだっけ。あ、おお、ポルシェか。あ、ポルシェでしたね。なんか作んのかな、ここ。海が見えるね、場所はいいけど、何も作ってないね。これは没動画だな。これはちょっと没動画だぞ、これ。ちゃんと一時停止しよう。うるせえから、またチクるやつがいるから、一時停止してませんね、チクるやつがいますからね、ちゃんともう交通規則を守って運転してやろう。ここはいつもね、水たまりがすごいんだよな。アウトバックってやつか、でかいな。なんだっけな、そういえば、あ、醤油工場ね、見学って書いてあったけど、最近醤油工場の見学にも行ってないので、行こうかななんてね思ってます。昔はなんかね、嫌でも連れてかれたんですよね、この町の小学生は。だいたいね、小学生で一回、幼稚園で一回、小学生で一回、中学生で一回みたいな、あ、小学生で二回か三回あるな。なんかもうやたらとね、工場見学っていうと醤油工場ばっかだよ。なんで、なんかね、おぼろげながらね、記憶はしてるんですけど、まあ、その頃ね、子供の頃なんてまあ、いろいろ、まあ、覚えてはいますけどね、大体作る工程覚えてますけど、まあそんなにね派手なものではないので、なんか子供心にもね、ちょっとね、なんかこれ地味だなと思ってましたけどね。だからあんまり工場といっても動いてる部分がないんですよね、なんかね。例えば自動車工場なんかだとね、ロボットがガチャなんてこう腕みたいのがね動いて、溶接するところとかね、でどん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 車がベルトコンベヤーに流れてね来るところとかありますけどね、
で、あと製鉄所、あ、製鉄所は一回行ったことあるな。製鉄所もなんかね、めちゃめちゃ熱い鉄の板がね、真っ赤なやつがガーッと流れてきて、で、相当離れてるのにね、なんかね、その、ね、熱線がね、なんか、うわ、熱いなんてね、なんかそんなことをね、やったの覚えてますけど、とにかく醤油工事はちょっとやっぱり地味なんですよね。一番、あ、でも一番あれなの、最後瓶詰めでその瓶がね、こう、なんかレーンにずらずら並んでゴロ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 ね、動いてるっていう。それぐらいはなんかまあ、見どころなんですけどね。それまではなんかね、まあ地味なんですよね。まず、ね、大豆と小麦に塩水を混ぜてなんてね。もろみを作るなんてね。でそのもろみを寝かせるってね、寝かせるなんてただのタンク見るだけですからね。なんか抹茶色なね、なんかドロドロの液体がなんかね、タンクに入っててね、で下からたまにブワーなんてね、なんか空気がブワーなんて出てきてね、それぐらいしか動きがないんですよね。で最後なんかね、絞るっつってね、で絞るっつってもなんかなんかズタ袋みたいのを入れてね、でその上からなんかプレス機みたいのでね、ガーってやって、なんかじわ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 なんかね、染み出てるんですよね、なんかね、おいおいおい、清水みたいな感じで。なんでもね、まあ地味だ、地味は地味なんですね、あれね。まあ地味は地味ですけどね、まあ今見たらなんかもうね、なんかこう発見があるかもしれないので。見てみようかなと思うんですけど、お、行った、お、行った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 、行きましたね。お、危ない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 ぞ、おい、おい、危ないぞ、危ないですよ、ちょっと。ちょっとアイサイトを指導してちょっとね、ついてこう、この黄色いのに。例えばなんかテスラの自動運転の車に乗ってもう熟睡してるなんかお姉ちゃんの動画がね、なんか出回って大問題になってるなんてね、言ってましたけどね。本当に寝てましたね、あれね。でも寝ちゃうよな、本当。完全にね、自動運転できるって言ったら寝ちゃいますよね、眠かったらね。完全に自動運転じゃなくてもたまに寝てる時あんのにね。私だからたまに寝てる時ありますからね、ああみたいなね、記憶が一瞬飛んでる時があって、危ないですよね、本当ね。お、意外とスピード出し始めましたね。下り坂だからか、スピードが出てきた。で、上り坂で多分ね、またゆっくりになりますね。今ね、60キロですね。60キロ維持できるかな。あー、もうスピードが落ちてきちゃった。あららら、あらら、上り坂でね、アクセルを多分ね、踏まないでしょうね、この人。あららら、もう50キロになっちゃいましたね。あ、ちょっとスピード上げてきた。おお、ちょっとスピード上げて57、57行ってないな、53ぐらいだな、53。ああ、50キロになっちゃったな。でまた下り坂になるとスピード上げる、スピードが上がるんですね、これ多分この人。多分一定の圧力でこうアクセルを踏んでるからそうなっちゃうんですよね。おお、上がってきた上がってきた。
上がってきた、上がってきた、上がってきた。ああ、だんだん上がってきましたね、ほらね。今下り坂なんでね、上がってるんですスピードが。あ、もう今59、58で、またあのこれがね、下がるとまた上がりますから、そこでまたスピード落ちますよ、これ多分。前の車の人も自分がまさかね、運転をこんな緻密に解説されてるとは思ってないでしょうね。ほらほらほら上がって、あらららもう40キロ台、48、49、ああで、でやっと気づいて上げ、あ、やっと気づいて踏み出すっていう。ああ、なるほどね。こういう運転してると多分あの坂道渋滞とか起きるんだろうな。だから結構書いてありますよね、アクセル踏めなんてね、上り坂なんてね、速度回復なんて書いてありますから、よく。でほらほらもう上がってきた。で平坦なところなんで、これスピード上がってきて60キロ超えましたね。ピカチュウみたいな色してますね、前の車。ピカチュウ車ですか、これは。私もね、若気の至りで一回黄色い車買おうとしましたけどね、買わないでよかったですね、本当に。さすがに黄色い車はね、やめといてよかったな。でも黄色かっこよかったんだな、あの時は。もうあれですか、もうちょっとね、前の人のドライビングを、前の人のドライビングをね、説明してもしょうがないかな、これは。これ新しいあれか、ホンダの。あ、なんか衝突ピピピレーダーもついてんだな、すごいな。高いんですよね、確かこれね、200万ぐらいすんじゃなかったっけ、もっとすんのかな。信号長えな。形もピカチュウみたいですからね、この車。上に耳でもねつけたらいいのに。この色何イエローっていうのかな、ピカチュウイエローとかいうね、本当にピカチュウイエローだったりして、女性の人だな、やっぱこういう運転するのはね。あ、そういうこと言うとあれだ、また差別になっちゃうからね、ダメなんだ。こういう漫然とした運転をする人はね、女性に多いなんて言うとまたこれ炎上しちゃうんですね、多分ね、差別だなんだっつってね、うるせえバカ野郎って話ですよね。何でも差別でね、差別にすりゃいいと思ってる節がありますからね、ほんとね。いや、もうなんかもうこうやって詰まっちゃうとあまりね、その運転のあれが出ないな、面白くないな、ということでもう終わりにしますね。どうしよう、これボツにしようかな、まあいいか。まあとりあえず流そう。